どうもこんにちは、今回はですねワックのリクライニングチェア、こちらをですねご提供いただきましたのでご紹介します。まずね最初の大きさなんですが 51cm×57cm×111cm と、まあ、結構大きめの椅子になってます。まあ、リクライニングチェアだからねそういうもんですよね。あとですねこれが多分ね一番ネックになってくると思うんですが結構重いです。重さで言えばですねだいたい 10kg はあるという感じです。まあ、まず最初にですねリクライニングせずにちょっと座ってみます。よいしょ。座り心地がねこれ結構やっぱいいんですよ。座面の部分ですね、座るところとあと背中もなのかな、1センチの、ね、ウレタンが入ってます。なので座り心地はねこうふかふか感がありますね。でこの枕もついてると、枕もついてるんで、かなり楽ではあるんですけど、正直ねこのリクライニングしてない状態だとね僕は結構辛いです。ここのね腰の部分ですよね、ここがちょっと浮いちゃう感じがあるんですよね。だからだいぶ深く座るか、これなら大丈夫かな。でもこれだと窮屈なんでやっぱりねここでリクライニングという感じになります。まあ、リクライニングの仕方はですねここにレバーがあるんですが左右にレバーがついてます。それを上に上げてこの状態であとは体を預けていく感じですね。でここまでリクライニングできると、でそしたらこのレバーを元に戻すとこれで固定されます。でですねこれ提供してもらったから言うわけじゃないんですけど、使ってみませんかっていうお話をいただいた時にですねちょっと考えたんですよね。リクライニングチェアっているのかなと。まあ別にリクライニングチェアなくてもねなんとかなるから、まあないならないでいいんじゃないかなって思ったりもしてたんですけど、いざ使ってみるとねめっちゃ気持ちいいんですよ。今昼間ですからね、空にはあそこに飛行機が飛んでますが飛行機ぐらいしか飛んでません。まあ飛んでても UFO ぐらいかな。ただこれが夜になってくるとですね全然違いますよね。星空見放題ですからね。でちなみにね折りたたむとこんな感じです。持ち手もねしっかりついてますんで、持ち運ぶこともできると。ただまあ重さが10キロあるんで、まあ、その辺がどうかなって感じですが、まあ、オートキャンプであればね許容範囲じゃないでしょうか。まあ、正直場所は取るんですが、場所を取るのを嫌がるかそれとも、リクライニングの良さを求めるかみたいなことになるかなと思います。であとこの横の部分ですね、ここにねテーブルが収納されてます。まあ、使わなきゃ使わないでもいいんですが、ここがねこういう風に引き出せるようになってますんで、ここのレバーをですね下まで下げてここにくっつけるということができるようになってます。まあ、飲み物を置いたりとかちょっとしたものを置くだけですけど、まあ、ないよりかはね絶対あった方がいいですよねこれ。で、まあ、角度としてはですね90度から120度を設定できるようになってます。これ何度ぐらいだろうな。まあ、何もない時はこれでしょ。リクライニングしていくとこれが120度と、まあ、日光浴したりするのもねいいかもしれないですねこれで。まあ、これぐらいの角度になるんでなんならねここで寝たりするってこともできそうな気がします。まあ、ちょっとこれは角度がつきすぎとして、まあ、こんぐらいとか。まあ、このリクライニングチェアをね今後ベッド代わりに使ったりしたいんですよね。ちょっと冬の時期はねきついかもしれないですけど、秋ぐらいまでだったら全然これでいけるんじゃないかなって感じがするんですよ。でこの下にもねなんか敷物敷いちゃえばそんなに寒くもないと思うんで、この座面自体にもですね1センチのウレタンマットが入ってるので、もしかしたら冬でも使えたりするのかもしれません。あとまあ特徴としてはあれかな、この辺のショックコードですか。このショックコードは、体重を分散するためにね設計されてるみたいです。まあ、これがあることで、結構頑丈になってるんだと思います。耐荷重もね100キロまでいけるってことだったんで、まあ、いろんな方にねお勧めできるんじゃないかなという感じです。で次にここですね、枕の部分もね動くようになってます。こんな感じで動かせるので、まあ、ちょっと腰当てが欲しいなと思ったらこっち腰当てにしてっていうこともね可能になってます。ということで今回はワックのリクライニングチェア、こちらをご紹介しました。ちょっと最近週末の天気が良くなくてですねなかなかキャンプに行けてないんですが、次回キャンプに行くときはですねこの椅子を持って行って、ベッド代わりにして使ってみたいなと思ってます。ネックとしてですね、まあ、重さを上げたんですけども、オートキャンプであれば、まあ、特に問題ないのかなと思います。
気になる方はですね、概要欄の方に URL を記載しておりますので、ぜひ見てみてください。それでは